ポタラグーポタラグーは1642年、チベット政府、ガンデンポタンの成立後、その本拠地として、チベットの中心地ラサのマルポリの丘の上に10、数年をかけて建設された宮殿。13階建て、基部からの総高117メートル、全長約400メートル、建築面積にして1万3000平方メートルという、単体としては、世界でも最大級の建築物。 チベット仏教及びチベット在来政権の中心であり、内部に数多くの壁画、冷凍、彫刻、素像を持つチベット芸術の宝庫でもある。ポタラの名は観音菩薩の住むとされる、不だらのサンスクリット語名、ポータラカに由来する。標高3700メートルに位置し、7世紀半ばにチベットを統一した、トヴン第33代の孫千安保が、 マルポリの丘に築いた宮殿の遺跡を、ダライラマ5世が増補拡充する形で建設された。5世が、自らの政権の権威確率を象徴するために、着工したものと言われる。内部の部屋数は2000とも言われ、ダライラマ14世も、次元の中で、いくつ部屋があるのかわからなかったと記しているが、 上層に位置する中核の部分は政治的空間のシロミ宮と宗教的空間の暮れ内宮と呼ばれる二つの領域に大きく分けることができる。生俗領権を掌握するダライラマ政権の神聖王権的性格を具現化したものと言える。シロミ宮は歴代ダライラマの居住と政治的な執務に充てられた領域である。ダライラマが世俗王として権力を行使する場と言える。 1645年から8年の歳月をかけて、観音堂を中心に東西に建造されていった。寺全体の外壁が白色に塗られ、人目を引くことから、人々に白宮と呼ばれるようになる。仮想には、集団へ、ここでは、歴史上、ダライラマの座右化式や神聖大帝などが行われ、政治的にも、宗教的にも、極めて重要な場所と言える。最上層には、 私的な一見と寝室などの居住の場である日光殿が存在する。ここは南に面したガラス張りで、極めて最高面積が大きく、朝から晩まで太陽が降り注ぐ。寝室の内部には、貴重な宝石や豪華な調度品、金星のお盆、玉星のお椀など、百花両爛であり、主人の気高い地位を堅示している。寝室には広大なベランダがあり、ラサ市街を望むことができる。 白宮の西側に隣接して建てられている紅宮は宗教的な領域である。ここはチベット仏教の宗師ラライラマが最小としての権威を発揮する場であったと言える。白宮と同じく外壁全体が赤く塗られているため紅宮と呼ばれた。ここは日常的な機能をほとんど持たない性空間であると同時に政権にとって 最も重要な象徴性を帯びた場所である。最下層には位置的に紅れの中心を占める大事会場があり、この上部の吹き抜けを囲む回廊を介して他の各室が並んでいる。この周回室の西側に面して三層吹き抜けで設けられているのが冷凍殿である。ここには多くの仏塔が収められているが、中でも冷凍は3 7 2 4ラムもの金箔。 1500個にも及ぶダイヤモンド、さらには翡翠、メノウなど貴重な宝石類で装飾され、当座には各種宝器、祭器などが置かれている。この霊廟の宝石が紅れい具の建立の目的と言われる。ダライラマの霊凍殿の横には面積約700平方メートルの西大殿がある。内部には全部で700枚を超える壁画が描かれており、 いずれも当時のチベットの風物や人々の生活をリアルに描いたものである。ダライラマを主としていただくチベット政府ガンデンポタンは1642年、グシュハンよりラサをはじめとするチベットの中枢地帯の寄進を受けて発足したが、その当初はダライラマがザスを務めるデプンデラの株と卒業に拠点を置いていた。ダライラマが ポタラに常駐するようになったのは1659年からである。この頃までに白宮の主要部が完成したそうだが、クレナイグの建設は、ダライラマ5世が没した82年からであり、完成したのは95年と言われる。この間のポタラグの姿は61年にラサを訪れたオーストリア人神父のスケッチにより描かれているが、やはりそこには白宮しか描かれておらず。 クレナイグーが後にデザインされたものであることが裏付けられる。その後、歴代のダライラマの冷凍が、近年では1930年代に13世の冷凍を収めるため、クレナイグー西側の増築が行われている。ダライラマ13世は、深刻滅亡の後、独立宣言を発したのを機に、ラサの成功に新たにノルブリンカグーを建て、夏はノルブリンカ、冬は、 ポタラグーを政府の所在地として併用した。ポタラグーの地下にはサソリローがあり、罪人がドクサソリによって殺されていた。1950年代に勃発したチベット動乱が1959年、中央チベットに波及し、同年3月、ガンデンポタンはダライラマと共にインドへ脱出、ポタラグーは主を失った。同年、 チベット地方政府の廃止を宣言した中国政府はポタラグーを接収し、現在は博物館として使用されている。現在はポタラグー内部は、白宮はごく一部の部屋以外は、原則的に非公開、クレ内部は歴代、ダライラマの玉座や冷凍などが公開されている。屋上にも登ることができる。陶器換算機を除き入場は見学希望日の、 前日に予約券を入手する必要があるが、夏季最盛期は中国人観光客が激増していることもあり、個人観光客が予約券を手に入れるためには、深夜のうちから予約券発行所に並ぶ必要があるなど、入手は困難になっている。また、外国人の場合パスポートを提示する必要がある。団体入場者は見学時間が1時間以内に制限されている。 2008年1月現在入場料はチベット族が1元。漢民族などチベット族以外の民族や外国人は100元となっている。1994年、周辺の遺跡と合わせてラサのポタラグーの歴史的遺跡群としてユネスコ世界遺産として登録。2000年にジョカンが拡大登録。2001年にノルブリンカが拡大登録された。 後年、ダライラマ14世は、幼少期に、ポタラグルでお化けをよく見かけたと語っている。ダライラマ14世によれば、本人が見たと語る、遠くに仰向けに倒れている白い髪の人影のほか、区内では、猿のお化けの話が語られていたという。その話では、猿のお化けを見た者が、お化けめがけて、投擲をしたところ、夜間が倒れて火鉢から煙が上がったと語られている。 ありがとうございます。